はい、皆さんこんにちは。新しくユージャムにベースのソフトが発売されました。このダンディというプレイヤーを仲間入りさせましたので、今僕の方ではユージャムベーシストシリーズが3つあります。今回のダンディと、そしてロイヤルというのと、そしてメローです。メローは特徴的にですね、いわゆるウッドベースを弾きます。ちょっと違いをいろいろ、3人の違いですね、それを見ていただこうと思います。ドラムをこんな感じで簡単にループさせました。はい、ダンディの音です。変えていきます。いかにも正統派という感じですよね。これを同じコード進行でロイヤルでやってみましょう。もちろんジャンルを選べますので、ジャンルから選ぶとですね、また違う感じになっていきます。ポップ、そして今度はですね、メロウッドベースですね、これをやってみます。ウッドベースのかっこよさが強調されています。こんな感じで本当に3人のプレイヤーが自分のそばにいてるような、そんなユージャムのベーシストシリーズです。今日はですね、この簡単なプリセットでどんな音、そしてどんな特徴があるのか、そこらを見ていただきました。音作りはどんどん変わったことができます。今のようにアコースティックであってもですね、フィニッシャーというとっても変わったエフェクトができるような、そういうツールが画面の下についています。ちょっとやってみましょう。
こういうような特殊な音作りもできますし、弾くポジションを変えてですね、今柔らかいタッチ、いわゆるネック寄りにしたんですね。こういう派手な音からこう柔らかい音まで、この画面の下の方をいろいろ変えることによって音作りができます。このようにユージャムを使えばですね、無限大に、そして僕なんかはベースがですねほとんど弾けないというか、フレーズをどんな風に持っていったらいいのかがよくわからないんですけれども、このユージャムがそばにいればですね、そこらのところもイメージだけつかめばとっても便利にですねベースを入れていくことができます。このようにしてドラムとギターと、これが無限にですね可能性を持って選択して、コードにやりたいときはオートメーションとかいろんなツールを使ってですね、より複雑にフィルを入れたりとか、そんなことができるようになります。村長でした。